あれ？みんなは？今日集まらない日なら言っといてよ、恥ずかしい。うわ。スオ、朝マッチ。遅かったな。先にレースを楽しませてもらったぜ。ヤガミッチ、お前集合時間違うのを送っただろ、俺に。なんだよ、友達じゃないのかよ。それはいじめだぞ。おい。お前ら、どういうことだ？こいつらはルールに従ったまでだ。より早いやつ、より度胸のあるやつに従え。ヤガミ、てめえが来る前に、まとめてレースで任してやったのさ。は？あ、まとめて？俺の仲間、キムさんもちゃんといるじゃないか。ごめん。すまねえ、ヤガミッチ。俺ら必死に頑張ったんだけどよ、ああ。仲間もろともスオウ君とレースしたわけで負けたわけで俺の一派乗っ取られたわけ。まあ俺も似たようなことしたしな。スオウ、お前どういうつもりだ？どうもこうもね、俺はレースを楽しんだまでだ。いつも通りにな。おい、アサマ、相手してやる。アサマッチ来る？カルタ君、俺が、マジっすか。でも、わかった。アサマ、やろう。お前に勝てば、またこっちに引き込んでやれる。ヤガミッチ。ええ。いいか？あのさ、ヤガミッチ、実を言うと俺、ちょっと、キラキラした目で見るなよ。ワクワクしてるんだ。ヤガミッチと走れること。お前朝ドラ主人公かよ。アサマ、ヤガミッチ、俺はあんたの走りをずっと見てきた。憧れだった。だけど、だがな、同時にあんたとやり合えねえことにむしゃくしゃしてたんだ。走り屋としてはガチでぶつかり合いたかったんだよ。はヤガミッチ。ルールは絶対、今回も例外じゃねえ。俺が勝ったら俺に従うってことでいいんだよな。おう。ああ、もちろんだ。よろしく。うわあ、燃えてきたぜ。カルタ君か。うわ、まさかの展開やってくれたな。うわあ、なんか花一もめみたいだね。こっちに引き入れてやれる。朝マッチにタックルするのはなんかな、なんか気が引けるけど行くしかない。これ勝負だから全力でやり合わなきゃならんのだよ。ヘッド張ってんのいいじゃない、いいじゃない。あ、ピョーン、はい、ピョーンつってドン、ピョーンした月にドン。おら、てめえ、うちのカルタちゃんを返しなきゃ。こいつ一発で倒れないタイプか。あと一人だ。カルタッチ早い、カルタッチ早い。よいしょよいしょ、行こうぜ。よいしょ、デスレース。さあ、矢が見せず、お前何やってる。ローリングマシンがやって、カルタッチ、いつの間にそんなバイクカスタマイズしたんだよ。言っといてくれよ。で、まあまあまあ、ローリングマシンガンぐらいか。なんかお前もステレオ投げてくるか。行こう行こう行こう。よし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 、使えるまんは全部使っていく。どうした、カルタッチ、来てくれよ。ほら、お前にアタックはできればしたくない。ただ速さだけでお前に貸したい。暴力的解決はしたくない。でも行く行く行く。オッケー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 。シャ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 、行こう行こう。あー、ついてきてるね。ちゃんとつい、あー、ちゃんと打つんかい、打つんかい、打つんかい。やめろって。どんな気持ちでヤガミッチに打ってきてんだ。もう殺そうとしておりますか。よし、曲がれ曲がれ。うわ、来てる。あー、カルタッチ、今打ち抜かれたけれども、そこら辺に対してはどう思いますか。よしよしよし。ああ、ブワ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 、ガードした、ガードした。そして曲がった、曲がった。うわ、もうやる気やねえから、やる気やねえから。よいしょ、ほら、俺もちゃんとアタックはするぞ。お前がその気なら俺だって。うわー、くる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 。くる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 。逃げ切るかー。よいしょ、ガードしつつ走りつつだ。よし、コースもなんとなく分かってきたぞ。こんな感じか。はいはいはい。3回も走れやな、うわー。オッケー。でマシンガンだけなら割と一番厄介な攻撃は、まあなんだかんだ花火だったかもしれない。お前ブースト使った、やるじゃねえかカルタ。そんなことができるの、前に打って。なんだ、何やってんだお前、何やってんだって聞いてんだよ。よいしょ、全力でピョン、全力でピョン。もうちょっとっちゃ、もうちょっとって感じ。アタックしてやろうかな。オッケー。なんだ、ローリングするならするって言ってよ。やばい、やばいかもしれない。
シャ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 、ヘッドより先にゴール、行くっきゃね、行くっきゃね、このシンプルレースで勝てるか。うわあ、行けそう行けそう、行けるぞ先生、ゴールは目の前だ。オッケー、まあまあ軽タッチ、そんなもんだな。うん、お前はもっと速くなるさ。オッケー。おお、最近春名浩一郎見てないけど、あいつ来てる？俺の勝ちだな、浅間。くそー、なんだよやっぱり勝てねえのか、八神っちにはよ、年の功もあるしね。お須を取り戻してやったぜ、俺の仲間を。す、須尾さん、浅間、いい走りだった。うう、そうだい、こりゃついていくわ。はっ、ありがとうございます。須尾、須尾、俺と勝負しろ。そうだな。ああ、頃合いだ。他の連中じゃお前の相手にならねえ。次だ。次のレースで全てが終わる。来ました。ああ、メイドインヘブン解散の瞬間か。ああ、終わらせてやるよ。白と黒。いやー、熱い。いいね、いいね、いいね。スオ君と走りたい。走りたいでやんすよ。赤塚さん来ないんじゃん。絶対来ると思ったのにな、来ないんだ。うん、よっしゃ、行きましょう。ラストバトル始めちゃいますか。ゴー。長いようで短かった、メイドインヘブンだったな。うん、あ、行ってきますわ、スオ君とのバトル。八神さん、いよいよですね。はい、ええ、今日で決着をつけます。スオ君の心は絶望に満たされている。本人もそのことに気がついていない。八神さんしかいないんです。彼を救ってあげることができるのは。自分のやるべきことは分かっているつもりです。そのためにここまで上り詰めてきたんですから。八神さん、どうか須尾君をお願いします。ええ、はい、必ずあいつを引き戻してみせます、絶望の淵から。オッケー、行こう。あ、仲間に囲まれて。八神っち、今日はいよいよ須尾さんとやり合うんだな。ああ、頼むぜ。絶対に負けるんじゃねえぞ、キャッハ。茨城、八神、スオさんの次は俺っちとレースだぜ。スオを倒したお前を倒せば俺っちが最強だ。負けない八神は。うー、みんな熱い言葉くれて。ああ、ラブホ、私の愛した男は八神、あんただけだよ。実は私、状況がよく分かってないけど、八神さんなら大丈夫だよ。黙ってろ、焼肉屋、カムロ町帰れ。みんな約束する、必ずスオに勝つ、勝ってみせる。だけどみんな、俺なんかといて大丈夫なのか。今はスオの部下だろ。ああ、そうか、全員負けちゃったんだもんな。俺が言ったのさ、別れの挨拶をしてこいってな。スオだろうな。別れの挨拶？俺と本気でやり合うんだ、命の保証はね。別れの挨拶くらいさせてやってもいいだろう。いや、死ぬつもりはない、生きて戻るさ、お前も俺もな。そうか、覚悟はできているようだな。行こうか、スオ君、死ぬわけにはいかないよ。わあ、ええ、すごい来たけど。あ、俺の応援か。メイドインヘブン三代目総代、スオユーマ、俺がかけるのは命、そしてこのメイドインヘブンの全てだ。全てをかける覚悟、男だな、スオ。いいか、これはお前と俺どちらが壮大にふさわしいかをかけた死闘だ。より速いやつ、より度胸のあるやつに従え。ルールこそが王、勝ったやつが全てを手に入れる。やが、死ぬ気でかかってこい。終わらせてやる、これで全て。行くんですね。こいつは何でもありのデスレース。久しぶりだな、お前。だが、しかし今回のレースはいつもと違う。何しろ勝った方がメイドインヘブンの次期壮大だからだ。こりゃ盛り上がるよな。絶対裏でお金かけてるだろう、この勝負な。スオは強いはずだ、とんでもなく。だがこれまで俺が積み上げてきたものを全てぶつければ勝機はあるはずだ。それじゃあ行くぜ、究極のデスレースの開幕だ。
行こう。うわー、勝てるかな？大丈夫かな？生きて帰らないとお前を人殺しにはできないよ。お母さんが悲しむだろ。色とりどりの雑魚がまとわりついてくるな。頑張ろう、とりあえず頑張ろう。雑魚が22人も倒すんかい。マジかよ。マジで言ってんのか。早々にやっちゃわないとやばいな、これ。時間がない、時間がない。うわーしょー、うわうわ、何が起こってるのかマジでわかんない。俺は誰を攻撃して誰を殺そうとしてるのかもわからないけれども、行くっきゃねえから、いねえからねえからねえから。何人ぐらいだった？まだ4人しかできてないわけ私。うわしょよいしょ、はい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 。もうドリフトしてる余裕もなく、余裕もなく。あー、でも逆に敵がうじゃうじゃゴキブリのようにいるから、体たくさん体振っときゃ誰かに当たるみたいなとこあるな。ピョン、はい、ナイス、ピョン、よいしょよいしょ。何人やった？あ、結構やってる、結構やってる。8人やった。言うてですね言うてですね。よいしょよいしょ、オッケー。一発ででも消えてくれるっぽいな。ならばじゃないか、行くか。体当たり体当たり、みんなに体当たり体当たり。スオ君、スオ君、すごい囲まれちゃった。スオ君、スオ君、スオ君、やめて。うわうわ、この看板はガードしとこう。ナイス、てめえてめえだよ。オッケー、おれブーストレードン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 。うーやだ、耳やられちゃった、ごめんね。てんてんてんての大事な鼓膜が、大事な鼓膜がよ。あいつら火吹いてんな。次の一発で消せるってことか。あー、撃ってくんのかい。忙しすぎる。楽しいぜ、スオ、楽しいな。あ、お前だって本当の姿を親に見てもらいたいよな。お父さんの呪縛に一番苦しんでいるのはお前なんだよな。お母さんの顔色を伺ってな。大丈夫先生。うーあー、うわーうわ、絶望の淵から、こんにちは、こんにちは、ボス、近い近い近い。うわあ、くそ、あと2人だ、あと2人、こいつら。ああ、ごめん、鼓膜厄介だ、やっぱ飛び道具厄介だ。あと1人だ、あと1人抜けばいいっぽいぞ。あいつ演出し、今だ、よっしゃ、来た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 、スオ来た来た来た、俺が来たぞ、俺が来たぞ、おっしゃ、うれ、見つけてやる、お前のより良い未来を俺がな。うおー、早いね、やっぱね。何してくる、攻撃あんましてこないな。あ、なんだなんだなんだ、抜かそうとしてきてる、それ抜かすよね。スオ君怖いね、怖いね。うわ、道を幅寄せ、俺も幅寄せなんかしちゃった。すごい、後ろぴったりついてくるんだけど、何そういう作戦、そういう作戦からプレッシャー与えるっていう、子供のくせに生意気だよ、生意気だよ。うわ、来た、どん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 、邪魔、すごい邪魔してくるわ、この子。何なの、何がしたいわけ。俺がアタックしたから今。だあ、くそ、横に並べばな、前の敵に攻撃する術がないのがな、厄介だよな。うわ、はい、曲がろう、一緒に曲がろうぜ。うわ、アタックしてくる、こいつ厄介さん、厄介さんだな。楽しもうぜ、楽しいな、楽しいな。命がけじゃなかったらもっと楽しいのかもしれないよな。これはわざとスオ君大接戦にしてんのかな、俺のこと、俺のこと。うわー、いけるか、いけないか、今だ、ドン、あ、そう、タックルの試合じゃないか。うわー、よいしょ楽しい、こんなにずっと隣で走ってくれるヘッドいなかったから楽しいよ。うわー、アタックできないか、アタック、お互いアタック当たらないね。じゃあ先行くね、先行かしてもらうね。うーしょ、ナイスナイス。いや、来てるじゃん、アタックしたわね、あんた今アタックしたわね。私もアタック返し、ピョン、よいしょ、行こう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 、ナイスナイスナイス、曲がって曲がって曲がって、いいよいいよいいよ、大接戦だな、行こう、よし、スオメ、オラ、どうしてこんな走りやすいのかやっと分かったぞ。貴様、飛び道具を使ってこない、なんて潔の良い、まっすぐなレースだ、より速いやつだな。アタックぐらいしか、走り方は八神先生と全く一緒じゃない。ブーストを使うかアタックするかぐらいじゃない。ちょっと待って、ラストスパート行こう、参ります、参ります、参りますよ、スオ君、ほらほら、スオ、よいしょ、ここ曲がって、悪いな、寝ててもらえるか。お前に負けるわけにはいかないんだよ。四代目の名前は俺がもらいます。四代目という数字が縁がありますね、主人公はね。うーいしょ、
いや来る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 わ来るわ、やばい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 よ、いけるかこれ、いけるかいけるか、いやー、うわー、あとちょっとだ、こういうスオー、スオー来てくれよ、うわー、勝てました、オッケー。やっぱ一番楽しかったかも。4代目、悪いな、勝たせてもらうしかないんだわ、スオーユーマ。いや飛び道具使ってこなかったしな、本当に、うん、正々堂々男らしいレースだったよ。なっ、嘘だろ、スオーさんが負けた、信じられねえ、くえ、スオー俺の勝ちだな、悔しいか、おい悔しいよな、認めろ、お前の負けだ、ルールは絶対なんだろ、ヤガミ、ヤガミてめえの勝ちだ、約束通り壮大の座はお前に譲る。うわー、四代目だ、うわーすごい、青春、青春の1ページ、ヤガミッチー、いや新しい壮大、マジパネー、マジパネー、ヤガミ取れるね、愛してるぜヤガミ、牛油園最高だよ、勝利の宴はカムロ町の牛油、もう本当にやめて、恥ずかしい、商売っ気出さないで、ヤガミッチ、最後に記念写真だ、写真、うん、おうよ、せっかくだし、ほらいつものポーズだよ、みんな一緒に、はあ、あれかやるのかよ、いい、めちゃくちゃいい写真じゃない、スオ君は入ってくれないのかしらね、絵になるね、あーもうみんな仲間、みんなお友達、ヤガミまさか俺が負けるとはな、だが楽しいレースだった、俺は満足だぜ、俺も楽しかった、もうやめなよその格好でうなずくの、マジドチンピラ、メイドインヘブン、それは走り屋の天国だ、これからはお前がチームを守っていけ、俺は副総代にでもなって気ままにレースを楽しませてもらうよ、スオ、そのことだが解散が目的なんて言い出せないよな、はい、なんだ、これから俺がやることを黙って見ていてくれ、いやーこれは言い出しづらい、情が湧いてる、走りは続けたい、解散宣言ですかね、みんな早速だが俺から一つ命令したい、はい、これは四代目総代として最初にして最後の命令になる、最後の、俺がメイドインヘブンに加入しお前らとレースをする中ずっと考えてきたことがある、命がけのデスレースは楽しい、時間が吹き飛ぶほどにな、だが失うものがあまりにも大きすぎる、先生、俺としても大事な仲間が傷つく姿は見たくない、ましてや事故で死んじまう姿なんてな、法廷のようだ、紫霊樹を襲ったような悲劇は二度と起こしてはならない、裁判所かと思いきやここは道路の上です、どれほど多くの人間を悲しませ不幸にするか、みんなだって痛感してきたはずだ、皆川里奈やゴースト、いや紫ダン、彼らも紫霊樹の死によって大きく人生を狂わされてしまった、だから俺は決めた、メイドインヘブンは本日をもって解散とする、解散？どういうことだよヤガミッチ、言葉通りの意味だ、もう命を懸けたデスレースなんかやめるんだ、なんだよそれ、メイドインヘブンは仲間だろ、それを解散するだなんて、
そうだよヤガミッチ、いきなり何言い出すんだよ。言ったはずだ。俺は仲間が傷つき命を落とす姿なんて見たくねえ。だから解散するんだ。だがよ、解散しちまったらもう仲間もクソもねえじゃねえか。いや違う、俺たちはずっと仲間だ。たとえメイドインヘブンが解散してもずっとここでみんなと過ごした時間も一緒に味わったスリルも感動も俺たちの中に残り続ける。それが絆となって俺たちをつなぎ続けるんだ。たとえチームがなくなっても。ヤガミッチ。それにこれは一代目総代紫レイジの意志でもあるんだ。彼が実現できなかったことなんだ。明日に向かって走れ。今こそ紫レイジの意志を受け継ぎ俺たちは走り出すべきなんだ。死に向かってじゃない、明日に向かって。胸の内に希望を抱いて。だからこそ今一代目が果たせなかった最後の思い、メイドインヘブンの解散を成し遂げよう。みんな、ヤガミッチ、俺ヤガミッチと過ごす時間は最高に楽しかった。だけどあんたがそう言うなら俺は従うぜ。朝マッチ、確かに俺たちの絆は永遠だもんな。ああ、俺もヤガミッチに従う。明日に向かって走れか。俺もそう思うぜ。そうだね、思えばこれはずっとあんたが走りの中で訴えかけてきたものだったもんな。物分かりいいラブホ。みんなありがとう、理解してくれて。なんだ、俺は認めねえぞ。スオ、ヤガミ、てめえまで俺から走りを取り上げる気か。スオ、ふざけんじゃねえ。解散なんて認められるかってんだよ。お前、自分が何言ってるか分かってんのか。これまでルールが絶対だって言い続けてきたろ。お前自身がそれを破るってのかよ。うるせえ、奪わせねえ、走ることだけはな、絶対に。ヤガミ、え、力ずくでも撤回させてやるよ。バカだれ、言うな。そうか、分かった、だったら相手してやる。かかってこい、スオ。先生、ここしかないんだよな。分かるよ、分かってるよ。分かってるつもりなんだよ。お前が自分らしくいられる唯一の居場所なんだよな。でもそれが間違ってると教えなきゃいけない。なぜなら俺は大人だからな。俺だって大好きだ、メイドインヘブンも仲間もユーマ、お前のことも大好き。来いよ、あー、うわー、よいしょよいしょ、スオ、あーい、お母さんと一緒に話しようか。モトクロスやりたいんだよな。一番やりたいのはそうなんだろう。スオスオスオ、うわ、来るね、来るんかい、来るんかい、やばいかも。はい、命がけ。俺に稼働なんて100万年早い小僧、取り上げるつもりはない。畜生、スオ、これで分かったろ、お前にとって何が一番大事だったのかがな。ルールこそが唯一絶対の真実だなんてずっと言っていたが、そうじゃない。走ることだ。それがお前にとって何よりも大事なものだったんだよ。はあ、お前はそれを守るために全てを投げ出した。大事にしてきたルールでさえも、プライドも。お前はそれを分かっていながら、奪おうってのかよ、この俺から走ることを。たった一つの俺の希望をよ。
ああ。ちくしょう。なぜだ。なぜ皆俺から希望を奪い取る。なぜだ。どうして。希望を奪い取る。そりゃ違うだろう、スオ。何？スオ。もうキムさんがずっと見切れてんの、どうにかして下がって。キムさん聞いてる？もう命をかけたレースに真の希望なんかありゃしない。少なくともお前にとってはそうだったはずだ。だってデスレースはお前が絶望から目を背けるためにすがりついた偽りの希望でしかないんだからな。偽りの希望だと？ああ、そうだ。お前は本当に求めていたものから目を背け、デスレースというその場限りの刹那的な喜びに逃げていたんじゃないか。はあ、そんな綺麗に言語化されるなんて。スオ、お前が本当に求め続けてきたもの、その前には確かに大きな壁が立ちはだかっていた。だがお前はその壁に立ち向かうことにビビってたんだよ。そんな。俺がビビってただと？モトクロス、あ、瀬山さんから聞いたよ。それはお前が本当にやりたかったもの、だがお母さんに禁じられてしまったもの、走る喜び、生きる希望そのものだったんだろ。そうだ、その通りだよ。何もかもお見通しってわけか。そうさ、忘れられるわけはなかったんだ、こいつと遊ぶ喜びはな。モトクロスは俺の人生そのものだった。こいつと一緒にレースに挑む時間はマジで最高だったぜ。忘れろったってさ、土台無理な話だ。俺の中には常にこいつがいた。優等生のふりをしていてもよ、すごいギャップだね。風紀委員長やりながら走りてえ走りてえって思ってたんだ。セアマッチ、スオ君、スオ君、学校に戻ろう。お母さんのことは僕も説得する。モトクロスがまたできるように。なあなあ、八神、瀬山のおっちゃん、どうして俺が風紀委員長なんかになったと思う？ええ？イライラしてたんだよ。自由に振る舞う連中を見るとな。ちくしょう。やつらは俺にないものを持ってる。自由を楽しんでやがる。だから取り締まってやった、徹底的にな。そうか、そういうことだったのか。そうさ、本当はどうでもよかったんだよ。高速の損失なんてな、ただむしゃくしゃしてただけなんだ。むしゃくしゃして取り締まる、スオー君。なあなあ、スオー、そろそろお前も明日に向かって走り出す時じゃないのか。ああ何？お前は母親との間にルールを敷いている。お母さんが見たい現実に合わせるため、お前自身が自分にルールを課し愚直に従い続けているんだ。のはあ、だからこそそのルールをぶち破って前を向き、明日に向かって走り出すべきなんだ。八神、どうすりゃいい？ダメなんだ、行ったところで無駄なんだ。あの人は俺のことなんか、俺自身の姿を見てくれねえんだ。八神さん、確かに須藤君のお母さんはかなり手強い。私だって何度も説得を試みてみましたが、ダメなんです。俺に一つ考えがあります。ん？え？スオ、お前のお母さんにはそろそろ夢から覚めてもらおう。そのためには血と荒治療が必要だろうけどな。この姿でお家に帰るとか、それともスオ君の後ろに乗せて夜の高速走り回るとか。ん？聞こうか。スオ君、お母さんに目覚めてもらわないといけないわけだもんな。うん、金髪オールバック姿で。はい、あの、すいません、ユーマくんの友人の八神というものですが。ユーちゃんの？はい、こんにちは。ごめんね、ユーちゃん今塾に行ってて。塾って言って家抜け出してたんだな、ユーマ。年の離れた友達だなって思ってる。なんなの？え？あなたたち、それにユーちゃん？ちょっと何その格好、ハロウィンでもないのに。やだわ。お母さん見てあげて、これがユーマくんの本当の姿なの。お願いします。お母さん、ユーマくんの友人としてのお願いです。彼がモトクロスをすることを許してくれませんか。は？あ？
いきなり何です？何言ってるんでしょう。ゆうちゃん、バイクならとっくに卒業しましたけど。もうゆうちゃんバイクなんて興味ないんですよ。受験勉強で忙しいんだし。これがお母さんの見たい理想か。これを演じるのはきついな、ゆうま。本当にそうでしょうか。ゆうまくん自身がそれを望んでいるんでしょうか。何なの？何言ってるの？当たり前でしょ。ゆうちゃんはいい大学に行っていい会社に就職するんです。そうやって出て行った父親を見返すのですか？何言ってるの？何なのよ。あなたは人の家庭に口挟まないでちょうだい。母さん。母さん、俺は何？それでも俺は、俺はモトクロスをやりたい。もう一度レースに出たいんだ。お願いします。勉強だってするから。だから許してほしい。はあ。ゆうちゃん、このところ模試の勉強で大変だったからね。疲れてるのよ。ゆっくり寝れば大丈夫だから。そんな。母さん、やっぱこれは荒治療が必要だな。八神さん、本当にやるんですか？何する気だぼう。お母様とデスレースする？ええ。ああ、何しようってんだ。ああ、頼む。花火じゃない？花火で、お母さん、モトクロスやらせて、みたいな、文字の入った花火打ち上げんの無理、無理か。帰ってください。ちょっとあなたたち、用が済んだならもう帰ってちょうだい。ゆうちゃんは受験勉強があるの。お母やん。来たみたいだな。ん？仲間たちを呼んだのか？ああ、呼んだね、呼んだね。何？卒業したメンバーもみんな集まってくれて。ああ。何なの？これは通報沙汰です、天帝。うわあ。お願いします。壮大に、スオさんにモトクロスをやらせてあげてください。スオの腕はすげえんだ。俺はあの人のレースが見て。花咲も勉強ばっかしてるスオなんてダッセんだよ。あいつはレースの時が一番輝くんだ。リナちゃん、ダン君。ご覧になりましたか。これが現実です。あなたが堅くなに認めようとしなかったものです。一体何を。彼の走りがこれだけの人間を引きつけてきたんです。ユーマ君の走りにはそれだけの魅力があったから。みんな口々に言いました。ユーマ君の走りはすごいと。誰も勝てないと。天才だと。ですが暴走族でのデスレースは命を代償にしかねない非常に危険なものでした。そこまでしなければユーマ君は自分のやりたいことができなかったんです。あなたに禁じられてしまったから。あなたが現実を見ようとしなかったから。嘘よ、こんなの嘘。まだ現実を拒むというんですか。いい加減ユーマ君と向き合ってあげてください。このままじゃユーマ君は危険なデスレースにまた戻っていってしまいます。いや、嫌よ。バイクなんて嫌。母さん、これが俺なんだ。ゆうちゃん。優等生のふりをしていても、規則に厳しい風紀委員のふりをしていても、そんなものは全部偽物だ。いつだって頭の片隅にはバイクがあった。忘れられなかったんだ。父さんが望んだからじゃない。俺は心の底からモトクロスが好きだったんだ。だから俺のたった一つの望みを、自由を奪わないでくれ。ゆうちゃん、そんな。母さん、一度でいい、俺を見ろ。ユーマ、ごめんね、ゆうちゃん、ごめんね。母さん本当は分かってたの、全部。ゆうちゃんの気持ち本当は分かってたの。
母さん、俺はモトクロスの道に戻る。いいよね。母さん、ちゃんと応援しないとダメだよね。だってゆうちゃんの夢なんだもん。うおー、仲間たち綺麗な花火だ。ちょっといい、よかったな、ゆうちゃん。ゆうちゃん、もうゆうちゃんちょ、マジでユースドラマー泣かせに来んのやめてくれよ。俺を見ろって。やっと言えたんだね。ずっとお母さんの理想の息子であろうと頑張ったけれども、バイクぐらいって思うけど、お母さんもそれだけね。だから結局悪いのは不倫したお父さん。もう、あ、感動しました、天沢ちゃん。暴走族に潜入させてくれてありがとう。そうですか、そんなことがあったんですか。ああ、結果としてメイドインヘブンは解体され、スオもひとまずモトクロスの夢を終えそうだよ。よかったです、本当に。ん、あい、まあ七三にする必要はないんじゃない。お、ちょうどいいところに制服も似合うじゃないかな。ああ、スオ君、本人に直接聞こうと思ってね。ああ、プロフェッサーのことまた忘れてた。スオ君も裏サイトを使ってプロフェッサーとやり取りしていたの？いや。裏サイト？なもんは見ちゃいねえ。興味ねえからな。だが、この格好でこの口調面白いね。だが、手紙をもらった。多分そのプロフェッサーってやろうから。手紙？スオ、どういうことだ？風紀委員に匿名の告発状が届いたんだ。その差出人名はプロフ M だった。察するに。プロフェッサーって意味ね。M は頭文字かな。モリアーティってことかも。そこには清涼の生徒がメイドインヘブンに加入し、暴走行為に明け暮れていると書かれていた。そういや、数億以外の清涼生、戦ってないの？手紙には写真も同封されていてな。メイドインヘブンで単車を乗り回す清涼の生徒の写真だった。それじゃあ、あなたはその告発状を見て、メイドインヘブンに直談判に行ったの？ああ。ああ。なんだか写真を見ていたら、いても立ってもいられなくなっちまってな。スオー君がモトクロスやっていたこともプロフェッサーの手の内だろうな。もしかしたらそれが、告発状の送り主の狙いだったのかもしれないな。え？何？つまり。プロフェッサーは全てを分かった上で、スオーの抑え込まれた願望を煽る手紙を出したのかもしれない。確かに矢神の言う通りかもしれねえ。手紙にはこうも書かれてたんだ。君はこのままでいいのかいってな。はあ、意味深だな。ああ、俺の内面を見抜いてなけりゃ出てこねえ言葉だぜ。スオーがメイドインヘブン入れば強くなる。それを取り込んじまおうって。くーいやらしい。そういや矢神、一つ不可解なことがある。風紀委員への告発状、投書箱に入っていたんだが、投書箱は、ふんふんふん、校内に設置されていたんだ。校外の人間じゃ気楽に投稿なんてできねえよな。まさか。できねえよな。それじゃあ送り主って校内の人間？プロフェッサーとつながっている者がおる。断言はできねえがな。ねえスオ君、誰か思い当たる人はいる？あなたを煽って暴走族に向かうよう仕向けるような人。いやさすがにそこまでは。そう、二人なんだかお似合いじゃない？天沢ちゃんのことゆうちゃんにだったら託せそうね、先生。だが大きな手がかりが手に入った。そうだな、プロフェッサーは学校関係者の可能性が高い。それも普段から校内に出入りしやすいような人間だ。プロフェッサーはさすがに生徒じゃないよな。教職者たる者が青少年を非行の道に導いている。なんだこれ、一体誰なんでしょう。理事長じゃない？今の時点ではわからない。とはいえ奴の正体には確実に近づいているはずだ。すぐに明らかにしてやるさ。はいはい、そうですね、必ず。投書箱の手紙、指紋とか取れないんですかね。まあ第一容疑者は理事長ということで。終わりましたか？くぅ、まああっという間ではございましたが、メイドインヘブン
暴走族の物語。ゆうちゃん、ああ、いろんな人と出会ったね。懐かしい人にもたくさん会えてね。またガレージに行けばデスレースはできるのかな？なんだろうね、少年少女一人一人、ヘッド一人一人に抱えた悩みっていうのも、八神さんのぶっちぎりの速さと度胸で解決しちゃう感じ？あとラスト、ゆうちゃんのためにみんなが頭下げる。大人に頭下げるのなんてさ、死ぬほど嫌なはずなのに、仲間のために頭を下げれる。素敵なチームだと思いました。はい、俺が四代目総代です。今日はここで終わりにしましょうか。右にずっと出てるね、つくもかで USB の中身を早く見ろと煽られていますが、次回私は本編に戻っているでしょうか。どうでしょうか。はい、ご視聴ありがとうございました。ゆうちゃんみたいな息子が欲しいわね。